速報、佐野回収、釈放。やっと釈放されたか。さあここからどうなるか。ドイツに行けるのかな。結局どういうことだったんだろ。佐野回収釈放というのは今後示談金和解に相手が同意ということ？示談からの起訴猶予ってことなんかな。佐野回収の件は釈放されて事件の詳細も出てこないってことは、示談が成立して不起訴で終わりって可能性が高いと思う。とりあえずマインツ行ければいいな。出国さえできればマインツでプレイできるかな。サポの反応はあるかもだけどチームとしては移籍金の元は取りたいだろうし。代表は無理だろうけど海外で頑張るしかない。グリーンウッドがプレイできたからまだ完了なのはフランスかスペインか？